35分の列車に乗って旅立つあなたを見送れなかったのは、冬でもない春でもなく、あなたを誘った空のせい。おでこに残したぬくもり一つ、冷ますもんかと、今日も晴れ晴れ歌います。11時35分の列車が来るまで、あなたは何を見ていたの？生まれたばかりの私の瞳、一体どこを見ていたの？桜待たせた故郷の記憶、9枚も余った今年のカレンダー、あなたの代わりにやっと1枚めくります。今頃はどのあたり、好きな人、今頃はどのあたり、青空
次行こうか。そうね。あの、せいさんのどうもありがとうございました。